ここに来るのは相当長い道のりだった。新幹線を使わなかったのは何も急ぐ理由が見つからなかったから。だからわざと各駅停車の普通列車を選んだ。今までは全て時間との戦いの毎日だった。時間に追われ、できるだけ効率的に時間を有効活用する。でも今はそんなことなどどうでもいい。できるだけ贅沢に時間を無駄遣いしてやろうと思った。そのせいか、普通列車を3度乗り継ぎ、そこからバスでようやく目的地にたどり着くことができた。トータルで5時間以上の大移動になった。しかしそれで問題はない。俺は今最後の目的地にたどり着けばいいのだから。このバス停で降りたのは俺だけだった。バスの運転者も不思議そうな顔で、本当にここで降りられるんですかと聞いてきたくらいだ。それでも一度この山の写真を見たときに、俺は運命的なものを感じると同時に、何か懐かしさすら感じた。それからずっとこの山に憧れて生きてきた。この時のために。俺はゆっくりとバス停から登山口へと歩き出した。決して有名な山ではなかったし、標高が高いわけでもない。俺はここに登山にやってきたのではない。夏山に登ったことは2度ほどあったが、全てが団体行動で、山を散策するという感じだった。しかし俺が今入っていくのは、雪が降り積もった冬の山だ。他に登山客も見当たらなかったし、きっと山に入れば二度と降りてこられることもないのだろう。父親が亡くなってからは母親と二人で生きてきたが、その母親も知らない男と再婚し、俺は捨てられた。それからは親戚の世話になりながら一人で生きてきたが、いいことなんて一つもなかった。中学高校と新聞配達のバイトをしながら、なんとか卒業することはできた。高卒で就職した工場はひどい労働環境ではあったが、何も考えずひたすら体を動かし続けるという意味では助けられた一面もあった。そんな会社も不況の煽りを食らって簡単に倒産してしまうと、再就職はかなり困難だと思い知らされた。趣味を聞かれればウォーキングと答えるようにしていたが、何のことはない。ただ単に車もお金もなかったから歩くしかなかっただけ。彼女も一度だけできたことはあった。しかしすぐに他の男に乗り換えられた。まあこんな俺が一度でも誰かと付き合えたというだけで感謝するしかなかったから、彼女を恨む気持ちは感じなかった。友達もいなかったし、親戚からも疎まれているのだと思う。これまで30年以上生きてきて何もいいことがなかった人生。きっとこれからも何もいいことなど起こらないだろう。自分の財産など何もなかったし、いい思い出なんか一つもない。ただ神様は最後に一つだけ平等なものを与えてくれた。それは命。どんな裕福で幸せな人間にも命は一つしかない。そしてこんな最下層の俺にも。神も悪魔も信じたことはないが、
これだけは感謝に値するのだと今は強く感じている。だからきっと古代から王たちは不老不死を追い求めたのだろう。どうしようもないことを何とか覆そうとして。しかし不老不死など存在しない。人間はいつかは必ず死んでしまうのだ。そして生きていくことは絶対原種の掟でもない。命は各々が与えられたもの。それをどう使おうが誰に文句を言われる筋合いもない。だから俺はこの冬山に一人でやってきた。自らの命を絶つために。そのためにわずかに残ったしがらみもすべて捨ててきた。住んでいたアパートも引き払ってきたし、少しばかりの貯金もすべて寄付という形で処分してきた。俺の代わりに誰かが少しでも生き延びられるのなら、それこそ本望というものだ。そしてこの山ならば、春になるまで俺の亡骸が見つかることもないだろう。だから少なくとも春までは静かに眠ることができるはずだ。それにしても喉が渇く。これから消えていこうとしている俺が、それを考えると滑稽さに少し笑えてくる。俺は持参したリュックから水筒を取り出して喉を潤した。今回少しばかり登山の用意をしてきた。最後に山の頂上を見てから死ぬというのも悪くないと思ったから。これまで何一つ達成してこなかった俺が、最後に冬山を登り切ってから自ら命を絶つ。最後くらい何かをやり遂げてから死んだ方が、きっと地獄の閻魔大王の心象も良くなるのではないか。そんなことを考えながら歩いていると、いよいよ見渡す限り真っ白な雪原に出た。誰も足跡もついていない雪の斜面が延々と続いている。ここからはそれなりの覚悟が必要になる。柔らかい雪は滑落の危険はなかったが、膝から少し低いくらいの雪をかき分けて進まなければいけない。山中にたどり着くまでに体力を使い切って死ぬことだけは避けなければいけない。だがすこぶる気分がいいのも事実だった。晴れ切った空と澄んだ空気が、これほど気持ちのいいものとは知らなかった。そんな雪の斜面を登り続けていて気づいたことがあった。どうして俺は全く疲れないのか。確かに歩くことだけには慣れてはいたが、登山、しかも冬山を登るのは初めての経験だった。それなのに全く疲れを感じていないことに驚いてしまう。俺はこんなに体力があったのか。いや、まさか。きっと死を覚悟した者は苦痛や疲れを感じないようにできているだけなのだろう。雪原を歩き始めてもう30分以上になる。疲れは感じないが、やはりなぜか喉だけは渇く。俺は立ち止まり、水筒から水を飲んで喉を潤した。そしてその場で振り返ってみる。もうかなりの高さまで登ってきたことがわかる。下界は遠く霧に霞んでおり、車の音も何もかもが聞こえない無音の世界がそこには広がっていた。そしてそれと同時に不思議なことに気づく。俺が歩いてきた足跡が
雪原の上に一つも残っていなかった。確かに俺は四苦八苦しながら雪をかき分け雪原を登ってきた。それなのに雪原の上にどうしてその痕跡が残されていないのか。なぜだ、どうして。しばらくその理由を考えていたが、馬鹿らしくなってやめた。俺はここに死に場所を求めてやってきたのだ。だとしたら、そんなことなどどうでもいいことじゃないか。いや、人が近づかない冬山なのだから、こんな不可思議な現象が起こったとしても何も不思議ではない。それどころか、俺は今奇跡を見せられているのかもしれない。それならば、その世界にどっぷりと浸かればいい。俺は何も見なかったことにして、再び雪の斜面を登り始めた。再び歩き始めた俺だったが、やはり先ほどの光景が頭から離れなかった。不思議とか、怖いという感情は湧いてこなかった。自分が歩いてきた道に何も残されていない。それがまるで自分の人生のように感じられてしまい、妙におかしかった。俺が歩いてきたこれまでの人生には何も残らなかった。名誉も名声も金も、そして人とのつながりも。そんな俺が雪の上を歩いているのだから、足跡すら残らないのも当然のことなのかもしれない。そして俺が死んだとしても悲しむ人も、逆に喜ぶ人だっていないのだ。本当につまらない人生だよな。そんな言葉をぽつりとつぶやきながら、俺はまた雪の斜面を登っていくことに集中した。そうして歩いていると、次第に天候は崩れ始めていく。時計を見ると、時刻はすでに午後4時を回っていた。やばいな、計算ミスだ。これじゃ山頂にたどり着くなんて無理に決まってるじゃないか。そう思い、気持ちばかりが焦るが、なかなか前へと進むことができない。そうしていると、前方からうっすらと明かりが見えた。どうやら山を降りてきた登山パーティーの一行だと分かったが、その移動速度はとても雪の上を歩いているようには見えなかった。下手に怪しまれても困るからな。顔を合わせないようにしよう。そう思い、前だけを向いて歩き続けたが、近づいてくる一行に思わず立ち止まってしまう。その一行は明らかに雪の上を少しだけ浮いた状態で滑るようにこちらへと進んできていた。そして近づいてくるに従って次第に大きく聞こえてくるお経のような声。俺は知らぬ間に自分の体が恐怖で震え出していることに気づいた。うつむいたままその場で立ち尽くす。俺にはそんなことしか思いつかなかった。その一行が滑るようにして俺の横を通り過ぎようとしたとき、俺はなぜか彼らの足元をもう一度見てしまった。自分の目でもう一度彼らが生きているのか、それとも死んでいるのかを確認したかったのだ。しかしその瞬間、彼らの動きが止まり、完全に俺の横で停止した。全員でお経を唱えながら手を合わせているのが分かった。そして全員が俺の方へと顔だけを向けていることも。生きた心地がしなかった。
山で死んだ者とすれ違うことがあるという話を聞いたことはあったが、そんな時にはどうすればいいのかがどうしても思い出せない。その間もどんどんとお経を唱える声が大きくなっていく。薄暗い雪原に度胸の声だけがこだまするように響き渡る。体中から汗が吹き出してくるのがはっきりとわかる。どうすれば助かるんだ。どうすればこいつらは俺から離れていってくれるんだ。その時ようやく俺は思い出すことができた。そうだ、声を出さなければいい。そして顔を見なければいい。ただそれだけのことを守ればいいだけだ。俺はうつむいたまま片手で自分の口を塞ぎ、声が漏れるのを必死でこらえた。どれだけそうして固まっていただろうか。突然度胸の声が止んだ。そして静かになった薄暗い雪原が一瞬さらに暗くなったような気がした刹那、それらは音もなくそこから移動を始め、俺の横から離れていった。早くこの場から逃げなければ。俺は黙ったままその場から必死で山の斜面を登った。本来ならばこんな気持ちの悪い山からはすぐに降りたかったが、先ほどあいつらは山の斜面を滑るように降りていったのを見ていた。だとしたら俺に残された選択肢は山を登っていくしかなかったのだ。雪に足を取られてなかなか前へと進まなかった。どんどん辺りは暗くなっていき、やがて雪以外は何も見えなくなっていった。しかしそんなことなど気にしている余裕はない。確かに俺はこの山へ死に場所を求めてやってきた。しかしあんな化け物の仲間になるのだけはごめんだった。そうやってジタバタと雪の斜面を歩いていた時、突然前方に小さな山小屋が見えた。その山小屋には誰かがいるのだろう。山小屋からの屋根からは暖かそうな煙が上がっており、眩しいくらいの明かりさえも漏れていた。あそこで一夜を過ごさせてもらおう。ようやく山小屋の前へとたどり着いた俺は、焦る気持ちを抑えながら入り口のドアをノックした。すみません、山に迷ってしまって。今晩一晩だけ泊めてもらえませんか。そう言うとすぐにドアが開き、中からいかにもといった風貌の山男が顔を出した。どうしました。そう問いかけられた俺はすぐにこう返した。つい今しがた化け物の列に遭遇してしまって、と。その言葉を聞いた瞬間、その山男の顔は大きく歪み、人間とは別の何かの顔になって、今顔を見たね、話しかけたね、と言ってから消えてしまった。それと同時に今まで目の前にあったはずの山小屋も霧のように消えてしまった。何なんだ、今のは幻なのか。そう思った瞬間、遠くから度胸が聞こえてきた。俺にはもうその場から逃げる体力は残ってはいなかった。次第に大きくなる度胸の声に俺はその場でうずくまり、ガタガタと体を震わせているしかなかった。
やがて耳元で度胸の声が聞こえた瞬間、俺の意識は飛んでしまった。あれからどれくらいの年月が経ったのだろうか。気がついた時には俺はこの山を登ったり下ったりするのを繰り返していた。あいつらの列に加わって。そういえば俺が山を登ってきて振り返った時、足跡は残っていなかった。自分の人生と重ね合わせてそれを悲観したものだ。しかし今の俺はこいつらと一緒に隊列を組んで山を登り降りしているだけ。化け物の一員になって、そしてこいつらの通った後には何も跡が残らない代わりに、見えないレールの上を行ったり来たりしているだけだ。俺はどこでどう間違えてしまったのか。人間なんて生きていればそれで十分なのだ。人生の優劣なんて誰にも決められない。それはスキルということにもっともらしい理由も意味も必要もないのだ。もちろん生きてきた証を残す必要も。それを間違えてしまった時から俺はこいつらの仲間になることが決まっていたんだろう。だからこの山に呼ばれたのだ。それに気づいてももう全てが遅すぎるが。